ああ、まま、そうだね。姿勢は顔、姿勢は顔。結構やだもん。また謝罪から。あら、始めさせていただきます。なんかやったの、謝りなさいよ。えー、気持ちとか大事だよ。これはでもね、鷲崎さんもちょっと関わっちゃってるんですよね。わあ、すげえ。わざわざ。まだな、なん、なんのことだか分かってないのに。もう、従業員は何も悪くないんです。<laughs> 何ですか何ですか思春期が終わりませんカレンダーあおカレンダーはいはいご存知ですね存じ上げておりますもちろん DVD と一緒に発売させていただいたあの思春期が終わりませんカレンダー今まさに使っている人だと何月をめくっていますか今月月じゃななないいでででですすかの表表記記英語がねママーチににってるジん本当 オクトーバーマーチディスセンバーってこと <laughs> あそう突然。よくそんなのをいろんなチェック項目をくぐり抜けて大人たちが見てきてんのによくそうなったね三月が飛び込んできたみたいですあら 突然の春着るもののわからなさといったら近いものはあるかもしれませんが <laughs>、ね、でも突然の春がプレゼントされたみたいで逆に気持ちいいよねあじゃあごめんなし <laughs> <laughs> 謝れ謝れすいません申し訳ございませんでしたしなんか今発覚したんですよね、うん、だから十一月になって開いたら、うん、まマ、あ、ーっと書いてあった,とろろうたぞと垂、ね、れ、うん、<laughs> 込みが そんなには申し訳ないと思って。ないところもあるよ、俺は。まあ、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 なんかね、あの。数字は十一って書いてあるわけですから。そう。ね。そうだよね。そうです、そうです。今三月って思った人がいたら。もう一本ください。や、これが本当英語圏の人間に怒られてんだったらね、本当申し訳ないですけど。ありえますよ。そう、まあ。そんな格好つけて、英語を読むから悪い。 <laughs> <laughs> ちゃんと記号で11って書いてんですからこれが間違ってんだったら我々だってね、はい、薄い頭も下げますけど申し訳ございません<ー>本当にええー、あのー、まあまあまあ今後こういうことの内容 <laughs> <laughs> ちゃんとねチェック機構に <laughs>、はいね、英語圏の人間をちゃんと入れさせていただきますから <laughs> はい <laughs> <laughs> ね から始まっちゃもう月なんですねそうだよもう11月の16日半分過ぎちゃってますよ半分ね半分過ぎだからもうあと1か月ちょいちょっとよ結果僕2016年のうちにギターをつまびくことはなかったそういう人間だそうやってさそうやって後回し後回しにしてさそうだよ生きていくんだよ本当にええ 2016年スタートしたものってあります？明らかに去年の今頃よりそのスキルとして何かついてるものですよね。はい、うん、なんかこう、えー、あるいはこうこれを今年はやろうと決めて、うん、やり始めた。俺はね映画をいっぱい見ようと思って、はい、DVD を山ほど買って一、うん、つも見てないです。ほ<こ>ら。<laughs> こらこらいつでも見れんでもいつでも見れんのあんだからね。でも置いてんだからいつでも見れんの。 積み DVD ってやつですね鳥山明先生の積みプラモみたいなもんですよね <laughs> 全然作らない,いうそうだねでも鳥山先生本当に趣味で忙しくて作りたいけど作れないでしょ、うん、俺なんてもう一度あ,あるなっつって よしいつでも見るよお前今日もあるな今日もちゃんとあるなつってあてテイちゃんあっすいません砂川さんじゃない突然現れたみたいな扱いで今日はジリさんがお仕事のためテイちゃんが今回は普通に。 いやもうでも最近基本やっぱ要件は言われないですね <laughs> 日付その時間が空いてるかっていうチェックだけされて、うん、僕が送り込まれるとなるほどでもだんだんなんとなく分かってきたんでいやあのこっちが慣れただけです <laughs> 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 こっちが進歩したんですそん向こうは何も変わらないそんな案件他にあるのいや最初やっぱ普通友達関係だと、うん、まあ飲みかなっていうことじゃないですかだから飲みの時もありますよ それはもちろんあ判断難難ししいいわけですただ6時って言われた時にあこれ思春期が終わりませんなるほどなるほどなるほどコンパだったらちょっといい格好しなきゃだし時間的な問題で9時以降とかだとああなるほどなるほどなるほどはい。 7時半だったら難しいね難しいね一応やっぱ「ちゃんとはしていきますよね」「7時半だと」「6時はちょっと待ってちゃんとはしてないわけですいいややすませよ」「靴脱いじゃってる」「超靴下で脱いじゃってるもの砂川さん」って「砂川さん」って呼ぼう」「いやどうもテイちゃんって俺慣れないなと思ってテイちゃん?」そのんでしょうお会いした時からジリさんとか浅野んはお付き合いがあったわけじゃないですかだから「テイちゃん」から始まってるわけじゃないですか俺 でもそのそこに至るまでの段階踏んでないのに急にていちゃんから始まってんの俺やっぱり自分の中で気持ち悪いなと思って<ー>ここから、ね、砂川さんから始めてゆくゆくていちゃんにあ、今からちょっともう一回スタートライン切らしていただいてよろしいですかあ、はい了解しましたな <laughs> これなに <laughs> <laughs> これでも浅沼さんも浅沼くんですもんね僕ねあの本当にね敬語を取るタイミングが分かんない人なんですだからもうすごい長いことやってるけどまだねうん お互いにやっぱり敬語でで,、ね、でもう10年一緒にやってるパーカッションの同い年の、えー、人もお互い敬語ででもわし崎さんってわし崎さんじゃないですかそうですね<ー>いきなりここから僕わしっていうのもなんかちょっと別にあのいいんですけど聞いてて気持ち悪くないですかそんなことないあれがいつもわかんないって話したことあるかなあの例えば、うん、その女の子とねなんとかちゃんって呼んでるじゃないですかそれがお付き合い した瞬間にに呼び捨てになる俺あれがね人生で一回もできたことないの俺も呼び捨てはないかもそうなんかねでもなんか付き合ったんだから呼び捨てにしましょうみたいなものさえあるでしょ世の中<ー>、うん、わ,ざわざわざそこっからはもうお互い特別な関係なんだから呼び捨てで呼び合いましょうよみたいなあれもあるでしょ俺あれは全然できないのなんかあれありますよねその周りと同じ呼び方をしないみたいな。 あなんか俺だけの特別な呼び方をしておきたいみたいなスペシャルな感じここな、ね、あそうなんだ多分。<ー><ー>じゃあこの番組だけで俺の呼び方作っていいですよ。うん、特別な タケちゃんみたいな普通 <laughs> 普通 <laughs> ええ,え親戚だよ親戚どんなバリエーションあるんですか <laughs> いやだからそれはご自分で考えてくださいえだってワッシーはあるでしょワッシはあるタケちゃんもあるかタケちゃんはね浅野さんが僕のことをタケちゃん言ってましたねあ<ー>あーイーグル <laughs> <メ>うわー苦手だ。イーグル <laughs> 俺のことイーグルって呼ぶやつ苦手。<laughs> <laughs> <laughs> コードネームみたいな。<laughs> かっこいいかなってちょっと思ったんですけど。呼びずれ。イーグルは呼びずれ。砂川さんはも大体テイちゃん。いやそんなことないです。やっぱあの僕砂川テイ一郎なんで、うん、なんですかね。まあ砂川による人もいればこまあ、ちょっと難しいんですけど。そうか。大体名前と名字って強い方に。 なるほど。確かに。ていちゃんなんて言われ始めたら、本当最近ですね。そうなんだ。砂川の方うは。はい。スナッチみたいな。スナッチはやっぱ高校の時多かったですけど。砂っていうわかりやすい単語。と。川っていうこのダコのついた強いものがつくいてるから。天一郎に比べたら。いやいや、人の名前。ちょっとルパンみたいになってま砂川。 定一郎の。完全に上はセーブですよね。浅沼くんまでも、浅沼、慎太郎。でしょう、多分。いや、でもね。僕は岩手に住んでた時は。もう、浅沼なんて、全然珍しくない名字。石投げれば、当たってたぐらい。かわい石投げられたんだ。そう、もう、すごいし、岩を投げられた。かわいそう。一族郎党。いや、いや、いや。本当に。 のき並みいたんですよ、うん、だから珍しくないと思ったんですけどこっちに来てから「うん、芸名?」って聞かれるぐらい<ー>珍しい名字なんだと思って。珍しいと認識したことはないですけどでも浅沼、うん、と慎太郎の2人組だったとしたら、うん、どっちの方がそのなんて言うんだろうそのレッドでブルーなのかっったら <laughs> どっちのがリーダー格でどっちのがその超補佐格なのかっつったら俺は慎太郎が。 レッド新太郎レッドの浅沼ブルーだと思いますよなるまあ浅沼三随ついてますしねそな気がするどっちにも三随ついてるからそんな気がするまあでもてーちゃんだなそうですねそのもうほんと二十歳超えてから初めてちょっと名前触れられたぐらいでへーでもまあ確かに苗字でずっと読んでて下の名前がわかんない子うんいますいますどっちものバランスが綺麗に取れてるなんてことがあ いるわ。誰ですか？今日の琴美です。出た。今日のもう琴美ももうどちらもが素晴らしいバランス。この番組のリスナーは今日の琴美がもう気になってしょうがないと思います。俺があの日本で一番美しいと思ってる名前なんです。今日の琴美。いいです。風情があります。風邪がありあもう良かった分かって。さすが。つながわくんもうクになっちゃった。教授に提唱になる可能性がある。ありますね。 あのー、そうだそうだ <laughs>、うんえー、2016年はも,もう終わるということで僕が毎年こう、うん、皆さんに伺ってますけれども、うん、失礼オブザイヤー失礼オブザイヤーねあのーうん、今年1年、うん、1> これ失礼だったなっていうのをそのね浄化させようという僕ねあの今年、うんはい、ホテルで自分の服を回収されてしまって、うんうん、おおはい。 おそらくシーツとかと一緒に間違って間違ってであれないってなって2日連続で泊まったんですねそのホテルにで回収されちゃってで出る時に「あったはずのシャツがないんですけど」って言って「じゃあ見つかったらメールいたします」っつって「見つかるだろう」とそしたら「お忘れ物のシャツの件ですが」って来てまずちょっと。 忘れてねえなあ、<laughs> 持ってかれちゃったんだもんなあと思って、<laughs> うん、でそしたらまああの岸、ー、田特集みなんかもう岸田敏集みたいになっちゃう <laughs> <laughs> 言うんだもんなあ <laughs> <laughs> できるんだ<ー>そういうのも <laughs>、えー、できますよ池中健太ね幅が広い池中健太的じゃないですか池中健太決定じゃないよであの <laughs> で、あのー 結局写真が送られてきたんですよこれで間違いないですねと間違ってるんですでまあ今年春のことなんですけどもずいぶんポンコツな未だに見つかるえマジでひどいでまあこれが今のところノミネートされた中ではかなり上位もう有力候補だったんですけれどもそれを上回ったのがこれも副関係なんですけれども あのー、服屋さんがありまして、はい、そこのブランドの服が欲しいなーって思ってたら、うん、あのスタイリストさんが「うん、あのじゃあそこの会社の人知り合いだから教えてあげるよ」っつって、うんあ「ありがとうございます」なんてもしかしたらちょっとでもこう割り引いてくれたりするかななんてちょっと横島な思いもはせつつ行ったんですよそしたら僕のこと知ってたんですよ。 なんか結構こういう服も着られるんですね嬉しいですなんて言って最初は良かったんですけど、うん、途中からすっと、うん、え声優って儲かるんですか <laughs> って言われたんですよはい、はい、僕聞き間違いかなと思って <laughs> はいっつって、うん、あ声優って儲かるんですかあ聞き間違いじゃないやそう言うてたんや いやあのー、そうですねまあでも言っても水商売ですからね、うん、とまああのー「上下ありますよ」なんてこっちも、うん、言って「うん、うん、あでもそうですよね浅野さん手広くやってますもんね」<laughs> <laughs> 初めて会ったんですよ。<laughs> 僕が脚本とか演出とかもやってるっていうとこまで知ってて上でだからあれ調べてるうちに知り合いだと思っちゃったっていうぐらいの感じで結構が丸まああの服をねちょっと割り引いていただいたんでまああんまりねそのままニコニコしながら帰りましたけど思い返してみると。 距距離離っって思たそそうう難しいすよねなのだからそれこそ僕らってその「くん」とか「さん」とかもそうですけど敬語のタイミングとかんかこうタメ口になるタイミングとか僕本当に演出とかしてて若い子にですらそうですもんね。やっとちょっと高校は演出家らしくいなきゃって思って。 こうフレンドリーに喋れるようにやっとここ数年になったくらいで、うん、逆にそのずっとその敬語を使ってたら距離があるように思われるからそのこっちからちゃんとぶけることによってみたいなのもでもバランスとか計算とかいろいろ考えて考えてでなてできないじゃないですかそうなんですよあのー、ねやっぱり演出家ってなるとこうちょっと近づ 聞きづらいなとか怖いのかもななんて思われがちなんでそれはこうちょっとフランクで言った方がいいのかなとかいろいろ考えてでもなんか演出するのが女の子だった場合。 フランクにするのも,しす,のも、ね、しすぎんのもちょっとなんかあれだしって思ったりとかしてたんですけどねなんかかか芸歴とと年齢とかだけででもないですしね、うん、だからその服の店員さんが、うん、なんだろうある意味羨ましくもあるっていうかあなるほどねその踏み込み方 <laughs> 俺の失礼思い出しましたじゃあ。 ですか俺、ついあの数か月前にですね地元、神戸はですね僕の大好きだと言ってはばからない、何度ももういろんなですか？にあもっこすン神戸モっコスラーメンというのがありまして、いちゃんがついてこれなかったんで、これからちょっとずつ、おおいいちょいちょい僕のことを、僕のソウルフードなんで、僕のソウルフード、神戸のモっコスラーメンっていう、チェーン店ではあるんですけど、大好きなんです。はい 今後長谷さんのソウルフードも聴きますし、あはいはいわかりました聴きますからね、<laughs> そうね準備しててくださいね。うん、まあ、でそのそれを食べに行こうと思ってね、タクシー乗ったんです。駅から、はい、まあちょっと歩いたら15分が掛か,かっちゃうんで、うん、ねもう俺ぐらい上り詰めた人間になったらそれぐらいもタクシーに乗れちゃうわけですから。<laughs> あもうびっくりですよ。<laughs> みん,なみんなここは<う>ここ憧れていくわけですかすべてを手に入れた。金、名誉、ね、ねもうこすらん <laughs> 手に入れてないけど別に。ボインボインの女ね、<laughs> ポルシェ、キャデラックに、キャデラック,クにね、すべ、えーはい、て手に入れてるわけですね。はい 風呂桶の中にタクシーの話しろよ <laughs> 大量に水を張ってゼリーのもとを入れ <laughs> 風呂いっぱいのゼリーにしてムリュ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 って入っても全然大丈夫なぐらい<もう> <laughs> たまんないよたまんない <laughs> たまんないですねじゃ <laughs>、はい、ある俺ですから、はい、タクシーに乗ったわけですよ乗っちゃいましたね でもう地元のタクシーさんですから、うん、ねあのー、木ッラーメンに行ってたらかるわけですはいはいはいでもうわって行くわけですよ、うん、でその木ッラーメンの,その近所のところでこうグッと回る時に「ああ木ッラーメン行くんですか」って、うんはい、うまい俺この間グっと俺あんなのうまい?」なんて言われて。 <laughs> いやまあ食の好みですからねいろいろ人によって好みはあるかもしんないけど俺そこに行くっつってんだよね<え> <laughs> タクシーにまで乗って。ねえば、うん、なんか神戸の なんかこう名物って何ですかって言ったら、うん、まあこれこれこうだけど、うん、まあでもあれはそんなにうまいもんじゃないね,ねみたいな感じでとかだったらそうそうそう,そ,うその人の意見を聞いてんだろうねなんか何がありますかって聞いてんだから、うん、そうじゃない俺がそこに行くっってんのに <laughs> でもなんていうのその持ち前のさ、うん あの。<laughs> <laughs> いや<ま>、僕 <laughs>、僕は好きなんで。<laughs> 全て手に入れたんでしょう。出ちゃって、出た後に、ああ、あの野郎。ああ、なんであの言い方、あの野郎。<laughs> 野郎と。俺の大好きなもっこし鍋をくさしたっつって。<laughs> いつもより。トッピングがい、入りますよね。<あー S 1> そんなのね。<laughs> そう、あれ、あ、そういえば、あれ腹立ったの。ああ、それ結構。<あー S 2> なんか、でも。 ね、それが失礼だと思ってないのが特徴ですよね。オブザイヤーを自称する方って、このフランクなこの俺のこのなんか感じみたいな。みたいなちゃんなんかあります？失礼オブザイヤー。失礼そうですね。テイちゃん怒んの？いやそのやっぱ口に直接は怒んないですよ。なんかその溜め込む方なんで。あじゃあもうここさんに一緒ですね。そう僕はそのなんかライブとかが終わって、でも初めて見る女の子でポンっていきなり。 予備校その時僕シャツ着てたんですよっつってまあまあでもちょっとイラッとしましたけどまあ言わないでおくじゃないですかちょっとそんなんやめてくださいよみたいなことを一応言ってでまたちょっと別の日にライブが終わって出てきた時に「今日も予備校生っぽいっすね」って言われてその時僕カーディガン着てたんですよあカーディガンでもダメかで夏ぐらいのの時ににまたたそ人し時に 予備校生っぽいですねって言われて、その時僕 T シャツ着てたんですよ。何着りゃいいんだよって。ずっともう、だから着るもんないんですよ。合格を願うだけだもん、こっちは。それで、多分僕、今日も多分予備校生っぽい。その人からしたら、じゃあ。そうですよ。まあ、でも、悪気はないんだと思いますよ。多分。まあ、若い多分、あと、それを言って、あ、いつもこれ言う人だって覚えてもらいたい。あ、そういうこともあるんですかね。わかんないけど。だって、もう受注にハマってますもんね。 ああまあそうですねでしょここで話してるぐらいでだからね覚えてますもんね皆さんの中でもミス寸大ですよ呼び方変えてるのはこっちなんで <laughs> <laughs> 難しい難しい距離感ねもうねもう田舎者にとったら寸大って大学なのかなって思っちゃう。<laughs> 須田塾がは塾なのになのにみたいなバナ <laughs> <laughs> ですけれどもね東京のまあそれがあったかなと思ってそれなんか割とだから期間こう分けて分けてこう徐々に積み重ねられたら失礼ですけど逆にあれなんでじゃあ芸人さんの仲間の間んかその理不尽な先輩からのに飲みかんのみたいなやつってそんなないんですかね 昔はあったんですよけどね。ねうん、なんかこうやっぱ熱湯とかも普及してこうなんかちょっとやるとなんか広まりやすいと思ってるのかなかもう全然そういうのないですね。でもなんかファンの方って時折そういうの聞きますね。まあ僕のファンじゃなくてあの若手の役者さんとかでもあのこう。 お見送りみたいな時にありがとうございますありがとうございます頑張ってくださいっていう方は大半なんですけど中にはあの人差し指をこうやって出してそれをこう上に上げて指だけを下げるわかりますよこの頭上からこう指差してる感じですね頭上から指差してファンつけろよって言われてるんですよはは何それファンつけろよって言われて女の子ですよ あまりにもびっくりして周りにも共演者の役者さんがいるんでみんな笑っちゃったらしいんですけど周りが笑ったから自分も笑っちゃったらしいんですけどびっくりししたででもねね難いんすよだからあのいわゆるけなし合い的なけなすことが愛というかいじることが愛って思うファンの方もいらっしゃるんでね。 僕はつまんなかったら、ムッとした顔することにしてますけど。お<ー> <laughs> お。おお。ああ、<laughs> 何回か見た気がする。その顔俺何回か。見た気がする。じゃあね、まあ、うん、1> ここ一ヶ月でもしかしたら、縫い替えられるかもしれませんのでね。はい、失礼な人ね。ねうん。またその時にはね。 あのご紹介したいと思いますじゃあ行きましょうか <laughs> アサラマシン太郎とはい、ツアイタケ思春期が終わりません くれたのは東京都い大坪で大坪というんだろう高級感ったらないですよねそれは陶器でできた方もそうだしヘクタールとしても一坪二坪の方のの方もお金持ってそうだな大坪ってきちゃうとね地主って感じしますよねだってユ香さんって呼ばれてましたっけ 坪ちゃんですよねやっぱねでかいんですよこのやっぱ濁音ってでかいですよ名前においてでかいのかか僕と共演したアニメのキャラを意識してタイトルコールしてくださったということなんですけれどもいつもの大坪さんだよねってディレクターとまあそうですか僕はその何役の誰なのかもちょっとわかんないであれですけどあれかなとは思ったんですけどでもはい まあまあ、いつもの <laughs> 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 でしたよ、ありがとうございましたありがとうございます、あんま合わないんだよな、おつぼさんなそうですね、最近合わないですねまだ若いんでしょ、うん、あんな何年も経ってんのに、ね。レビューしてからまだ若いらしいですよまだ、なんだろう、でも、堂々とした感じが、ねね、本当に。 もう何年もやってるように思わせちゃいますねもうのおじしないかみたいなありますよね俺なんかもうのおじしてばっかだなあそうだてーちゃん推し声優前決めたじゃないですか決めましたね豊崎あきちゃんにでしたっけははははいいいい。おめが高いニヤニヤしてもらってあれからどうですかいやあの現状維持やっぱあきちゃんが気になりましたか そうですねだから他にその声優さんを知ったっていうことも申し訳ないですけど特にそんななかったっていうのもありまして、うんはい、だからその、の未だに暫定一位そうですけ、ね、それは本人にとっても嬉しいことだと思いますね。うんまあそのき

でもう別にないですねああ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 ありがとうございますやった多分。やばい好きになれるから感情ゼロじゃねえ感情ゼロじゃない感情ゼロじゃないよ当に嬉しいと思いますい。ありがとうございますではコーナーいきましょうか「ふもエキスポ」 いや不毛エキスポがですねいま、はあ、だに。 続々と届いている、はい、ということなんですけれどもドンソクトイプードルさんからいただきましたかわいそうですね、えー、犬として生まれたにもかかわらず、ねえー、私の獲物を追うこともままならない <laughs> トイプードル別に獲物を追いませんからね <laughs> そういう犬じゃないですからわかんないじゃないですかトイって言ってますからね <laughs> <laughs> 野生に放たれたらわからないじゃないですか <laughs> <laughs> 僕ねこれ結構好きなメールなんですけどはい、はい 私のよくする遊びは一人 PV ごっこです主に学校帰り最寄り駅から徒歩で帰る際には頻繁にやっています<う>この間学校帰りにやった和志崎さんのシリーウォーカーがいい感じにマッチしたので紹介したいと思います,いま,すまずジョークぶった歩き方でぶった歩き方あいつは右往左往の手であいつは までを少し悲し悲げ表情で口パクしなるほど超わかりますよ僕「どこへ行く」で空を仰ぎながら涙を拭うし,ぐをします超わかります,ります <laughs> 月の光に消えていく」で、はい、一瞬立ち止まり、はい、何かを決意したかのような表情をしてから「はいはい、ふざけた足取りのあなたを」の部分で一気に走り出します。<laughs> <laughs> ポイントは周りの目を気にしないことです。はい、でも一回だけこれをやってる際に中学の友達と遭遇してしまい、死にたくなったところがありました <laughs>。<laughs> すごいです、ね、いや。でもこれやりません。僕やりましたよ。昔よくやってました。pv ごっこ。 PV そうですね PV そうですねでも PV5 個でしょうねそのイヤホンから流れてくる曲に合わせて、はい、全曲じゃないいでですすよアクター魂に火がついた時だけです、はい、<laughs> あとその時のロケーション道とかその道とかその人通りの少なさとかいろんなものにその感化されますけれどもそれによってちょっとありますよ。自転車に乗りながら歌ってたら、うん、なんか全力疾走したくなったみたいなのにも近いんですかね<ー> そうなんですよ、まあ、気分が上がるという意味では近いのかもしれませんけど僕は完全にその,、まあこの彼なのか彼女なのかこの PV というものな感じはあ<ー> PV テーマソングなんだろうななんかこう,そう曲が流れててドラマの,そのワンシーンかのように振る舞うこれね女の子17歳の女の子なんですよああにかわいそうね い。ハ <laughs> <教官 S 2> 来ある今日は17歳だののと思ったらいや俺本んにもうね俺ね自分でどこ歩いてるか思い出せるなあそこでそういうふうな感じだったのみたいなへえ<ー>、うん、でもこれの積み重ねで作詞、はい、するところとかありますもんねありますあります風景を思い浮かべて。歩いてる時にその自分がその なんとなく感じたそのシーンを、うん、ちょっと自分でも過剰に少しだけ演じてみるっていうことなんだろうな子供が通り過ぎていてなんか遊んでる子供とかをこう通り過ぎてる時になんかちょっとしたその,親の目線ででちょっっと見ててみるみみるるるたいいなななのあじゃすか的にそしてあの時俺は俺もお前らぐらいの年の頃こうだったなみたいなそんな過去なんかないにもかかわらず曲に感化された自分を演じるみたいなことこってあるじゃないですか。なるほどそれが、うん 自分の曲か人の曲かそうですそうですそうです,うですありましたありましたないですか意外俺みんなやるんだと思ってたあります全くないです <laughs> <laughs> ええー、でもでも、うんうん、気持ちはわかりますやってないけど、うん、例えばあのプロレスの入場曲を聞きながら そのレスラーになった風で花道を歩いてみているような足取りになっちゃうとか、うん、ああだからそれがどんどん広くなってくるとこうなるんじゃないですかそれも近いのかな、うん、いやだ例えばこう歩いてるでしょ、はい、前から遠ざかりますけど歩きますよ歩いてる時になんか例えばバラードの曲が流れフェルルハーフフェルルーフみたいなのが流れてくると <laughs> そしたらなんかちょっとふっと立ち止まり、はい。<laughs> ちょっと軽く斜め上かなんか見たりしてちょっとはにかんだりして <laughs> ない失恋を思い出したりするでしょなないいいああれあれない失恋を思い出す難しいこと言ってますよ <laughs> ない失恋を思い出すってなですか <laughs> ノバディがいるよみたいな <laughs> <laughs> ない失恋を思い出すねリベンバースとかねそれこそがその曲と一体になるってことじゃないですか。 はい何っかりおっせえなお前は一生懸命理解しようとしてるんですけどねあれ俺だけか俺だけかでもなんかそういう気持ちになることはありますよはい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 気持ち気持ちが高ぶってとともに表情とか動きにまでそれがその影響されるわけですよはあそうそうです その何でもない景色にあの日付き合ってたあの頃のあいつと歩いた道を思い出したんでしょうな。まあ、ない失礼だから分かんないですよ <laughs> ない失礼を思い出してるからこれは想像なんですけどね。<laughs> ふっとそういうリンクするとこがあったんでしょうよ。それ<ー>で「ああのこあいつ今頃幸せにやってっかな?」なんて「俺はあの頃とちっとも変わっちゃいねえな」でもこれな。ここれれ、はい なんか曲聞いてダンスするよりも、うん、さらに先ですよねあ,あそうかしらだってダンスはその曲のリズムだとか<ー>メロディーに合わせて動くだけですけどさらにそこに感情とか表情が乗ってくるわけですもんねいやでもダンスだってあれ感情も表情もあるんだと思いますよああもちろんもちろん歓喜されるその歌詞とかも含めてうん。えー、<ー>なんかその なんだろうな、うん、その情景を浮かべるとか、えー、頭に思い浮かべるとかっていうところになってくると、さらに先な気がしますよね。そうか、ない失恋を思い出すって特殊なのか。あ、そうなんだ。これ<ー>でも自分の曲でそうやってもらえるのは嬉しいですよね。あ,あ、そうですね。そう。うん、で、俺もその。 のうぞーとかか,かったらそれもそのなんかある程度の人生もそう折り返し地点も過ぎその子供もある程度成長してみたいなうん俺も青春は過ぎちゃったけどでもまだまだこれからだなみたいに感じることはあるわけじゃないこの曲のメッセージって多分そういうことじゃないですか。でもあ20歳ぐらいの若い時にはそれが分からないはずだけど分かったようなつもりで聞くじゃないですか。はははははいいいいいね じんわりですけど、来ました、今。来た、やった、よかった。来ました。よかった、気は心。なんか、伝わるんだな。あの、曲を今、今、ガーって自分ジュークボックスを検索して、何だったらこれやると思ったら、ウエスタンですね。あー、なるほど。ポンタカ早回か、ポンタカでけいけ、ポンタカでけいけ、みたいな。そんなカントリー、カントリーじゃなくて、明るいやつじゃなくて、わわこみたいな。ああ てめえが鳴らず者になった想像はするかもしれない。そうです。もう全然普通の、その、ニューバランスなのに、かかとのとこにあの、ピザカッターみたいなのついてるでしょ車輪がついてて。その、脳内の自分のその、ニューバランスにはピザカッターついてるでしょかかとに。ピザカッターじゃねえ。鳴らず物どうやって飯食ってるの全然普通に、建物の中でもないのに、ぎっこんバッターの、そう。 8時、八、ね、時だよ、全員集合で、跳ね返ってきて、ドンってなる。<laughs> わかんない脳内のやつを、<あ>わからない世代のやつで例えてるから、技巧バタン扉を、バーンと開けて、うん おっさんたちにギロリと睨まれるみたいなのを想像することはあります目の前になんだかあれなんのおがくぞあれみたいなでっかいやつがでっかいやつがあれあるでしょあ,りますあれです要はあれの恋愛版だそういろんなバリエーションバージョンですはあ<ー>。こんだけ力説してもね本当にねもう浅沼くんにしか伝わらないすっごい汗かいてるけど <laughs> ーてーちゃんがキョトンとしるそうなんですよね いや、僕、まだ、ちょっとずつは分かってきましたよ。その、なんか、河川敷で、ロビンソン流れたら、ちょっとだけ小走りするみたいな感じ僕の理解、もここですよ。うん。うん。まあ、ほら、それかそれは、まあ、でも人それぞれなんでね。思い浮かべる情景は。そう、だから、この、どうぞかわいにね、どうぞ、どうぞ、どうぞ。その、俺も同じことするよ、ということを言いたい。 はいあ、ありがとうございます。あますあ力説一枚でこれ、これ P. V. のね、うん、私もやったことあるとか。うん、これ、別の曲とかでも知りたいですね。うん、私。ちょっとでもね、あの、共演者がいないから、一人でできることって。あの、基本、これ、なんですこの、なんとなく。にやりと、なんとなく、斜め上と、あと、走る、止まる。なる,な,るなるほど、なるほど。ぐらいしかないんです。ちょっと。 あの麦茶のくせに酒のように煽ってる。ああ、そうそうそう、そうそうそう、何でもない石ころを見てってにやって笑ってみるんです。なるほど。これ多分何かの思い出なんです。これきっとですよ。こいつに思い出何もないから、俺もわかんないです。ないない恋愛ない恋愛を思い出すない失恋を思い出す。思い出す。いっぱい喋っちゃった。 えー、ザリガニさんからいただきましたトイプードルとかザリガニ, <laughs> リガニとかもあ一生その名前で生きていくんだよ君違いますよ違います <laughs> 本名じゃねえよ <laughs> <laughs> もっと考えた方がいいよ <laughs> いあの大丈夫ですよ、えー、私も不毛な遊びをたまにやっているのでご紹介したいと思います、はい、それは背中の産毛を抜くまず<び>上半身裸になり、うん、背中の肩甲骨のあたりを触って産毛の感触を確かめながら、うん、今日はこの毛を抜こう と心に決めます<ー>それからその毛を指先でつまみ抜こうとするのですが、はい、無理な体勢をとっているため指先に力が入らずなかなか抜くことができません、はい、そして30分ほど格闘した後、うん、それでも抜けない場合は毛抜きののが OK となります <laughs> 何どっからら許可もらってんのこれ <laughs> しかし毛抜きの場合でも毛をつかんでいるかどうかの感覚がわからないため、はい、頻繁に空振りをし、うん、簡単には毛を抜くことができません、うん、見事毛を抜いた時は、うん 達成感というよりも、うん、こんなことに2時間も使って俺は何やってんだろうという虚無感に襲われますしかし始めてしまうと途中でやめることができません、ね、なるほど<ー>全然わかりません <laughs> <laughs> これに関してはもう全然一つも <laughs> でもなんか無理な体勢で何かをやろうとするはありますよねなんかここ届くかなみたいなあでなんか結局痛めたりするんですけどでてててててってなるんですけどだそれのそれのバージョンなんですかねですかね、うん 何でしょうねそのわざとあれ何そのもうちょっと安全な場所あるのに、うん、わざとこの皿そのわかりますわかります73で73で大丈夫なんですよ73で大丈夫なんですけどここでもうちょっと平坦でその安全な場所あるにもかかわらずちょっとだけ危険な場所にいる <laughs> えそれガチャーンとかあるんですか。ガチャーンも過去ありました。大航海ですよね。か本当に。だって分かってるんですもんね。自分で作る。あれ何作ったときはだっ,たっけな。なんか作ってタッパーに入れて冷やさなきゃいけなくて、はい、冷やしてる最中だったんですよ。<laughs> これがその <laughs> <laughs> ギリのところに。そう。台の頃のちょっとだけそのはみ出るみたいなところにトントン置いて大丈夫。はい。大丈夫。絶対大丈夫なはず。うん っっちゃったんですけど俺なんかねスリッパかなんかで滑ってあーってそれを <laughs> 叩いするったやっちゃってそしたらそ俺何作ってたの中身がダーって部屋に散らばって <laughs> で,ですげえなんか半泣きになりながら片付けたんですけど <laughs> 半年後ぐらいに模様替えしようとしたらソファーの下からその一個かけらが出てる <laughs> 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 なんかプチスリルはあるな確かに、うん、あのスリルでもないけどそのカップ麺とかを作る時に。はい はらずにこれがちょうどの量のかるはずって思って手鍋にこう分こういう沸かすとか自分の,その才能自分の,その限界にこう近づきたくなるんでしょうかねあれぴったりだった時の気持ちよさにねそうなんですねいきたいんですよね,そうそのね カップエクスタシーをそこで感じる <laughs> 俺変なこと言ってます全然全然,全然,全然俺変なこと言ってる言ってないよね変なこと言ってないとこれみんなあると思うんだちょっともうだってテイちゃんがね<う>さっきリラックスしてたのに靴ちゃんと履き始めたすいませんちょっと履いちゃいました、ね、すいませんごめんなさいちょっとあんなリラックスした気持ちを <laughs> あれ,あれだ多めに練るのはあれなんですかっこ悪いのでかっこ悪いのそうそうちょうどうん これがちょうだっていうのあの線に行くのがいいんですよねカップラーメンは僕もわかりますよだからやっぱその多めに入ったらかっこ悪いっていうのもあるのででもまあちょっとぐらい少なかったらまあそれは自分的によしっていうよしになってピッタリには行きたいですけど多いよりはいいって思ってますあとあのお店行ってお寿司屋さんとか醤油が超少なくてすみませんこれ変えてくださいって言えばいいのに この残された <laughs> 醤油で <laughs> わかる。なんでしょう、あれ。<laughs> なんで我慢するんだろう。あの、その、なんだろう。 身の回りのことでも何とかしようとする、この、イナるケイン小り感というか、ま、周りのあるものを武器に戦うぞみたいなさい、ナイフ、ナイフ一本で、そうそうそう、この1ヶ月、この島で暮らしてやるか、み<そう> <laughs> たいな、もう、与えられたこの賞オーケー、それは俺に対するその、挑戦だなと。それで8皿10皿食えと。食っ <laughs> う食ってやれよと。で、結局、もうちょっと賞をつけてくるさ思うんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> あるそばとかでもあるそうそうそばとかである。なんでこんだけの量しか入ってねえんだろうっていうそうあるギリギリをね行きたいですよねわ、うん、かるそんな話だっけ気 <laughs> 抜きで背中抜く話 <laughs> こっちで勝手に広げてんな <laughs> えーっとですね23歳の女性の方こちらはですねラジオでもキンカーンさんからいただきました、はい、いつも楽しく配置をさせていただいております幼稚園の頃公園で遊んでいる時にたまに落ちている BB 弾を拾ってコレクションにしていました、うん、ある日何をを思ったのかそのかそ BB 鼻に詰め出しましまた手で取り出せるか取り出せないかギリギリのところまで詰めて満足したらしばらくしてそれを頑張って取り出すという遊びを一人でお尻に隠れて繰り返してりました危ない危ないね危ないねない<ー>あでも BB なんだから入っちゃったとしても出るかいやでもその瞬間はパニックですよ怖いっすよね一回入っっちゃったら引き金ないしそうですよね <laughs> それ以上指入んないしそう なんかそういうのありますなんか抜けなくなったとか、えー、耳も別にないしそうでしょう。アナルはあったとしてもあんま喋れないでしょう。<laughs> <laughs> なんであったとしてなんかあるかパニックになったことでも鼻ってなんでしょうね俺はやったことないけどでも鼻粘膜が弱いんです僕だ、うん、からあんまり強くなくてなんで鼻に何か入れる系はないんですけど僕は耳とかもうん、うん でもいましたよね鼻に何か入れちゃう子入れちゃう子いましたいましたあ,<ー>あの鼻血を一回も出したことないっていう人に出会いません私です。あれなんで粘膜弱いのにあの、ね、粘膜弱いというか、ね、あのまあえっとなんだろうアレルギーなんです鼻が<う>アレルギー性鼻炎が炎症が起こるんですよでも血は出ないで別に鼻血が出たことは今まで人生で一回もないですじゃあティッシュ詰めたことないんですか鼻血でね鼻水ではありますよああ<ー>、はい、え 来年鼻血出してみませんえぶん殴られますか僕 <laughs> そのぶん殴られる以外の鼻血の出し方がわかんないんですよね鼻血ってでもなんかん本当かどうだかわかんないですけどチョコ食べすぎてとか言いますよねあと興奮してとか言うじゃないですか興奮して鼻血出たことはないですけどねねでもまあ漫画とかではよくあるじゃないですかでもあれってお風呂とかですかねああ、お風呂で出るとか<ー>あの 興奮っていうのもあれですもんね。エロだけじゃないですもんね。もうゃいでてタラタラとかわかんない。でも漫画僕がその幼少の頃漫画で見てたのは大体においてパンツが着いた時きに話が出てましたよ。あとなんか子供の頃すげえはしゃいでてあのなんかあのそれこそ何ですかはしゃげたが葉っぱ体のそれによってあの和真さんがあのワシアサザライドで乗りたいあの ビニールのああのねでっけえやつね中に入っても子供たちがうわって飛ぶそう俺あれこの間もあれでよく鼻血出してる子供もいましたよへええてんてんてんとへえ興奮しすぎてでももうほんとにもうこれ一生たぶんかなわないんだと思います俺は鼻血を出すことがあと鼻を掘りすぎてとかなんかもちろんそのなんかティッシュでちょっと血がついちゃってたことはありますあたらりがないたらりがないんですティッシュ一生そうなのかな はちちょょここ出んか顔洗っててかっこここいいなちちょょ出ます顔洗っててこれの勢いが強すぎて手の小指がズボンって入っちゃうとかありますよだから僕しょっちゅうはないよねえよねえよって言ってるけどそれはちょっと僕は割と安全運転派なのでちょっと乱暴です運転がそれで入ったこともないですし。 たまにだから鼻血出すんだよねっていうの、俺の中でもはやちょっとかっこいい言葉なんですよね。<ー>憧れですか。憧れです。なんか、<ー>まあ、休みの日とかあったら、俺たまに一人旅とか行くんだけど、と同じトーンです。<ー>でちょっと、まあ、たまに、まあ、鼻血も出ちゃうんだけど。鼻の穴の中で、鼻血が固まって、はい、かさぶたみたいになって、なんかそれが気持ち悪いな。って取って、うんうん、また鼻血が出るとかないんだ。それはあります。あるの。たらいはないけども。 年取ると水分がどんどんなくなってくるでしょね。うん、で、ちょっと必要に。鼻くそを追いかけてる時とかに。<laughs> その。その。その。平均 <laughs> <ひ>。平均。そう、そう。平均。してる時に。壁面を。ちょっとやっちゃったりすると。ちょっと軽くその血がにじむぐらいはある。ああ、なるほど。だからもう <laughs> 冬中永遠に。鼻の中に、その、あの。あの膝に。ちょっとかさぶたできると。か、うんうん、いじゃう感じあるじゃないですか。ちっちゃい時とか。はいはいはい。あれがずっとその。 膝がずっと鼻の穴の中入ってる感じです <laughs> 膝がずっと <laughs> 鼻の穴に入ってたら <laughs> 鼻血どころの詐欺じゃないけどそうなんですよそう憧れ<ー>大人の男の憧れ大人のレオン鼻血特集です <laughs> <laughs>

コーーナタイトルのコーナーええーっ今ね帰ってきた帰ってきました戻ってきましたまだコーナーを曲がってまだいるんだびっくりしますよえらいってまだいるんだあの感じまあこっかめが終わっちゃった今言うべき話じゃないなあいやびっくりしますよ今これから読むラジオネームスーカーパックさんこの方がメールを送ってきた日付言いますねはははいいい 二千十五年十一月十日。一 <laughs> 年前じゃん、ちょうど一年前じゃん。一年前のメール読まさせていただきます。うわー、発掘ですな、もはや。ケツポケットで粉砕しようのコーナー。<laughs> <laughs> ラジオじゃね。始まりました、人気コーナー、ケツポケットで粉砕しようのコーナーでございます。<laughs> そして、これもね、一年以上前ですね。はいはい、コオロギさん。コオロギさん。 どっちかが泣くコーナー。<laughs> 毎回かマストでか。そうなんですよ。これは大変ですね。他にもねありますよ。ライムポイントか。はい。はい。えー、よだれうまいさんからいただきました。ールールが多すぎて覚えられないコーナー。<laughs> ごめんでも俺よだれうまいにもう引っかかっちゃった。ええ、そうです,そうですね。君の名前のよだれうまいに引っかかっちゃった。 えー、ラジオネームアプリコットルさん、十四歳の女性の方ですよ。十四<ら>歳の女性の方がですね、考えてくれたのはこちらです。膝がキシムコーナー。なんでしょうね。僕らありえるからな、年代的にな。いや本当に、はいえー。インカ人さんからいただきました。すごいグローバルですね。はい 家電の進化を今すぐ遠まれのコーナー <laughs> <laughs> なんでやなんでやなんで止めなあかんスポンサーからみんな離れてんの家電の進化まあでも、<laughs> もうこれ以上はいらない気もする。確かに確かに。うもう炊飯器とか何買ったらいいか分かんないもん。分かんないですよ。なんか土鍋なのか、南<う>部鉄器なのか。すげえうめえでしょ うめえからも,うもうな何やったってすげえうめえでしょでもその代わり保温期間は半日ですとか一日ですみたいになってんですよ。<え>それ以上置いとくとせっかくこの機能で美味しく炊けたお米がね、うん、あの劣化しますからみたいになっちゃってるんですよ。俺逆にまずい米でいいから一週間保温できるやつ欲しいな。<laughs> ああ<ー> <laughs> そうかもね。すぐ黄色くなっちゃったことだ。そうです多分。うん。薄い過酸化水素水さんからいただきました。はい 長めにしゃべろうのコーナー <laughs> これ毎回やってるけど、うん、同じく薄い火酸化水素水産顔顔ひじのコーナーはこれちょっといいですねえー、考えたいないつもパッツンさんから頂きましたブラジル人のミラクルビラ配りのコーナー <laughs> <laughs> 選ぶなブラジル人のえー、ちょっとい <laughs> どこちらラジオでもケイさん こいつのコーナーありそうですけどね誰だこいつのコーナー四つ尾さんから頂きました木々がざわめくコーナーいいですね風流です季節感ですよねはいえそれから最近有酸素運動さんから頂きましたこれいいなでもそれが打ちやねんのコーナー大丈夫ケイさん 猿の性別を勝手に決めようのコーナー <laughs> <laughs> すげえわかりやすく外部的にあるのにすげえ。性別がわかるものがひよこじゃないんですもんねなんで勝手に決めるんだろうなんで勝手に決めるんだよこれ、うん、なんかね気がついたら、はい、人知れず、うん、読まなくなったコーナーとかぶっちゃけこの、はい、コーナータイトルのコーナーもそうですけども、うん、いつの間にかなくなったな っていうコーナーナあるじゃないですかありますありますだから無理やりコーナーを立ち上げるのはどうかっていう、うん、レジェンドが残ってましたまだねかりうた、ん、さんからいただいた「タックのみ with クラプトン」のコーナーあとですね「ごじかめさんから頂い,いたプラスネジもマイナスドライバーで回すのコーナーこれ最高ですね湿気さんからいただいた「お米が炊かれるコーナー」 やっ強いですねでも猿の性別結構いいですねそうですねあとんだっけうちもそれがうちやねんそれがうちやねんでもそれがうちやねんのコーナーいいですねこれもあとねこんなのもありますよこれも薄い過酸化水素水産これも右折するべく4回左折するコーナーこれは そうですね、これちょっとね我々の、ね、ちょっと番組的にコーナーも増えてるから、うん、新しく立ち上がった響きのラジオ番組かなんかに1個ぐらいやったらいいいんじゃないですかうちのハンちゃんと種崎あつみちゃんがやってる番組とかありますよ。<laughs> これやんないよなんてワン<か>ちゃんのところでさ猿の性別を勝手に決めるのコーナーやんないよなんつって<顔>先輩からの送り物顔顔肘やりなよ顔顔肘のコーナーやんないよなんつってね何、ね、ですかそれ <laughs> 僕ねでもねどっちかが泣くコーナーもいいんだよどどっちかが泣くコーナーはじゃあそのなんだろうね何すんのよだから多分 鷲崎さんには刺さらないけど、うん、俺がボロボロなくとか <laughs> その逆とかだってさっきのね PV だってね、はい、こんだけこう時間のねそうですねタイブラグがあったわけですからでこんだけ長くラジオやってていろいろと分かり合った二人だと思っていたけど、うん、もこんなに伝わらないかと思うぐらいでしたもん僕も。ですよね、うん。これはもう浅野君もやってると思ってたもん俺。 ない失恋を思い出してると俺は思っていたから勝手に。<laughs> いやじじゃゃななくててさ <laughs> いや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 。<ー>あでもだんだんね分かりましたけども、はいうん、なんか「どどれか本当にコーナー化します?」<laughs> <laughs> むちゃくちゃ言いますね。だって ねえ最近新コーナー立ち上がってないですか、ね、まあ不毛が立ち上がってるぐらいで、うん、まああるんですよ来てはいるんですけどもわしアサざライドねわしアサざライド乗り物にね乗<ー>せ,せてくんないと進まないわけですから、ね、なんか初期の頃はなんかあれですよねボックスからなんああそうでしたね,ねそうでしたそうでしたいつの間にかそんなことがあったんです昔はお互いにこう何かやりたいことを叶えるみたいなことをが最初のこの番組の 趣旨でったそうですだって「キン肉マン」の夢も「金消しを全部集める」でなんか一旦終わっちゃったんですよねそうまだ他にも夢はあったそうもともとそうでしたよこの番組ってお互いのなんかやりたいことを叶えるというのが趣旨でしたそうですよ鷲崎さんだって100人の女の子と手を握り握り握る握るですよね握手する100握手1セックスとかもありますからもうこれは1セックスしたのと同じだと 人と手をいだらちょっとみんな聞いてんじゃねえいや僕その時いたなと思ってその話をした時け時を経てまた聞けるなんて」あのクレイジーな発言がねえそうだんか夢のそうそうそう俺が痛風になっちゃったからそう明太子食えないから明太子食いたいと明太子みたいなのが食いたいみたいな そうだ番組のコッシーがあったでもね長くやってる番組ってコッシがなくなくくっていくんだよね <laughs> ちょっと一回一回思い直す思い直しましょうかなんかあります夢あぼ僕ですか、うん、夢ですかうんあの子供の頃叶えられなかった夢を、うん、今こう大人の力というか、うん、もちろん経済力だったり、うん、なんかこう実行力だったり、うん、ありますけどそれを こう使って、今なら叶えられるんじゃないかっていうことって何ですか。三十、うん、冊以上の漫画を新品で大人買いをしてみたいですね。<laughs> やれよ。<laughs> やれよや。できるよ。頑張ったら。ええー、できるないだけですか、僕は。僕,は僕はまだやったことないですけど。いや、やるないですよ。古本だったらやりますよ。 やんなよ僕ここだけ強く言ってきますけど古本じゃないっすよ分かったよ持って帰るのちょっと重いよその代わりいやそれをタクシーで持って帰るっていうのがでも確かに30冊かそうですよ30冊確かにね10冊ぐらいだったら俺もこの間牛島くん15冊でやめたなあ牛島くんちょっと読んでみたいなと思ったけど15冊でストップしました1回俺なんだろう「じゃりんこちえの続きが読みたい」 <laughs> ちょっと悲しい話じゃないですか <laughs> 僕読みたいって誰か書いてくんねえなもう春樹先生じゃなくていいから <laughs> それダメ誰か書いてくんねえから <laughs> それダメいやいや個人的に楽しむだけなんですよ <laughs> <あー S 2> 俺がならね自由調理書くのと同じですよ <laughs> 僕頑張りましょうか <laughs> 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 ただ俺タッチうるさいですようるせえなちょっとねもう一回そうだ考えましょうそうだこの俺ちは何をやりたかったのかそう思い出そうそうですようんでもまああのちょっとねねじれた方向でかなったりとかもしてのもありますよねもちろんもちろんあの学園祭もそうですけどそうですそうですそうだわ思春期が終わりませんうん が、ちょっと、アクト2ですね。そうですね。<laughs> ちょっと、あんまりだから、その最初は、あの、かなわなそうなやつやめとこうよ。うん、ね、ちゃんと、考え、あ、俺、あれ、松方弘樹が釣ってるみたいな、カジキみたいなやつ釣りたい。<laughs> でっけえ魚 <laughs> とろ、そう、なんかもう、人一人みたいな大きさのやつあんじゃん。はいはいはい,はいあ。あれ、釣りたい。 釣りは全く未経験です。あ、でもあの試験期のカレンダーでそれこそ11月でしてますね。それこそ11月でやった。あ、じゃもう叶ってた。そうかもう叶ってた。そう、俺はだから魚側だったけど、あれ何？船？なんだっけ？ぶり的な何かです。ぶり的な何か。ぶり的な何かもう釣っちゃってるか。じゃあいいか。だからちょっとまたオープニングか何かでこう夢を羅列していきましょう。そうですね。考えてみま考えてみましょう。 だから、ていちゃんもよろしくお願いします。え、僕、あ、よまた呼んでいただけるんですか。それはわかんないです。それはわかんないです。ただ、家で、一人で夢。そうでそう、暮らしていくんですか。そうです大事、大事です。違う違う。ていちゃんの、とか、ジェリーさんの夢もこうやって合わせて。こう、だって、自分の夢ばっかり叶えてもしょうがない。そうですね。あ、そうなんですね。仲間ですから。一つ書いては、ちぎって、それをマグネットで冷蔵庫に貼っててください。俺には、どんな夢があるっていうの、を毎日ちゃんと、向き合って。 そうえこんな自己啓発みたいな感じですからねはいなのであの、はい、アクト2をお楽しみにお楽しみに <laughs> せいちゃん告知してああありがとうございます。えーとですね。<laughs> 僕が所属している5人組のコンビニット夜更かしの会がですね、はい、えー。11月の18、19、20の3日間、もし、うん、5ステージでですね。新宿シアターモリエルでプリズムというタイトルの単独ライブありますので、はいぜひもうこのもうそうですね。これがオンエアされてる頃にはうん。 まあもしかしたら聞いた方は終わってるかもしれないですけれども、うん、ぜひ、はい、見に来ていただきたいなと思います僕もあの必ず時間を見つけていきますの、ね、であ,ありがとうございます、はい、ありがとうございますはいじゃあたけちゃんはほらとはーってなっちゃうでしょ <laughs> やっぱ鷲崎さんなんだよな <laughs> はぬまっちヌマッチの告知別にヌマッチ別にねえの特にないあると GX9 はすくすくとウィンウィン動いてます大丈夫か大丈夫ですそういう病気じゃないそれ大丈夫です大丈夫大丈夫ですいやーね疲れる何が その犬ね。運動量がすごいす。犬で？犬す。犬です。運動量が半端ないっすよ。まあまあまあですからね。いやこんなに動くんだと思うぐらい。まああのまたねここでもちょいちょいジェックス内情報も情報もこなしていくと思いますご期待あれですな。次回の配信は十一月三十日になりますので聞いてください。今回この辺でさよなら。